はじめ建設プレゼンツおうちの話第37話おうちは生き物。私の名前は籠宮ゆりか。この春住宅メーカーに就職した社会人1年生。とある郊外の営業所に配属された。本社執行役員の藤本さんとの時間。我が営業所が扱う現場を案内するという役目を仰せつかった私ですが、最初はめっちゃ緊張した。でも藤本さんはめっちゃ気さくな人で、籠宮さんは家が好きなんだね。わかるよ、家を見る目が優しいからね。大切だよ、家を愛おしく思う気持ち。自分が関わった戸建てをね、例えば2年後に見に行く。庭が綺麗に手入れされてたりすると嬉しいよね。大切にしてくれているんだ。家を売ったらそれでおしまい。私たちの仕事はそうじゃないよね。家は生き物だから、大事にすればするだけちゃんと答えてくれるから。藤本さんの言葉は一つ一つ心にストンと落ちた。一番ドキッとしたのが、できる社員とできない社員の違いはね、たった一つ、自己管理ができているかどうかなんだよね。そもそも自分のことを管理できない人に工事の現場が管理できるわけがない。時間の管理、服装、身だしなみの管理、そうそう、自分の体重の管理も大事だね。私ね、昔そのことに気づいて、体重を半年で16キロ落としたことがあるよ。お客様お二人かな。ファミレスでランチを一緒に食べた。あ、藤本さんの手が止まった。ナポリタンのつゆが白いワイシャツにピチャってついた。あー、やっちゃったよ。また女房に怒られちゃうよ。自己管理が大事とか言っておいて。あー、落ち込む姿がまるで少年のようだった。私はなんだか笑ってしまった。最後に別れる時、藤本さんは言った。籠宮さん、思いっきりやりなさい。そしていつまでも家を好きでいてくださいね。藤本執行役員は優しい目で私を見た。ちょうどいい家ってなんだろう。家族で話せる距離がちょうどいい。無駄のない広さがちょうどいい。帰りの道のりが思い出作りにちょうどいい。そして今の自分に無理しない予算がちょうどいい。いろんなちょうどいいがたくさん集まるとすごくいいになるのかもしれない。性能、サイズ、価格、たくさんのちょうどいいを家族のちょうどいいに。それがはじめ建設の家です。この番組ははじめ建設がお送りしました。はじめ建設プレゼンツおうちの話、出演高橋光。来週もお楽しみに。代わって東京 FM トラフィックレポート、情報センター吉澤さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路は東名高速道路の上りが綾瀬スマートインターであった事故の処理は終わりましたが、伊勢原ジャンクション付近まで16キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまで2時間15分かかっています。東北道の上りは羽生インターで乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です。常磐道の上りは三郷ジャンクションを先頭に矢原インター付近まで19キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。東京 FM トラフィックレポート、次は6時57分頃です。この後6時からは長塚圭史さんのイエス明日への便りです。1年間の感謝を込めて歳末セール開催中。クロキリクロキリもクロキリですか。クロキリボール。6時です。